ちゃいや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの後どないしようか。すんません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。言うで。はいはい、覚えておきます。でも、ああ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくげ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。